はい、こんにちは、花です。いつも私の音声ブログを聞いてくださってありがとうございます。そろそろ日本はね、ゴールデンウィークですね。今年2019年は10日連休という方もいらっしゃるみたいで、皆さん予定の方はいかがでしょうか。中にはね、全然普通に仕事してますという方もいるでしょうし、海外とかにね、旅行の予定が入っている方とか、あるいは予定という予定はないけれども、やりたいことがいっぱいあるとかね、そういう方もいらっしゃると思います。それで、私はカナダに住んでるので、日本のゴールデンウィークはね、正直全然関係ないんですけど、でも、せっかくの機会なので、何かこう企画というかね、シリーズ、で配信できることないかなと思って考えてたんですね。で、私の今までのこういうポッドキャストとか YouTube とかで配信してる音声ブログ、聞いてくださってる方の中でですね、割とブロガーさんというかね、ブログを書いてる方多いんじゃないかなと思うんですよね。で、ブロガーさん向けというわけではないんですけれども、ブロガーな人もブロガーでない人もですね、聞いてもらいたいなというか、音声ブログについてもう一回というか、結構今まで散々喋ってきてるんですけど、ここで改めて、その音声ブログにまつわる疑問というかね、どうなのかなと思ってることをね、喋ってみようかなと思います。シリーズ化して、10回に分けてお話ししようかなと思っているので、シリーズとしてはですね、音声ブログを始める前に気になっていた10個の疑問という感じで喋ってみようかなと思います。はい。ですので、この放送というか、この収録は予告編なんですけど、大体、ですね、10日連続で配信しようと思ってます。で、YouTube と、ポッドキャストと、ノートというプラットフォームからもね、リンクを貼って掲載しておこうかなと思ってるので、どこからでもアクセスしてもらえるようになると思います。もちろん、Twitter ですね。Twitter とかからの SNS からも、同時投稿というかね、はい、そこからもお知らせしていきますので、もしよかったら、チャンネル登録とかお気に入り登録していただけると嬉しいです。具体的にはですね、例えば音声ブログというかね、ボイスブログですね、こういうポッドキャストとか、YouTube の中でもその動画を見せるというよりは音声を聞かせて楽しませるみたいな、そういうコンテンツを作る前にですね、自分が思ってたことですね、音声ブログなので音楽ではなくて喋りですね、トークという意味でそして捉えてみてもらいたいんですけど、例えばですね、自分の声がね、好きじゃないんだけど、コンプレックスがあるんだけど、音声配信しちゃっていいのかなとか、話し下手でも音声ブログ作れるかなとか、あとはどうでしょうね、台本とかね、そういうのを作った方がいいのかなとか、話すスピードはどうなんだろうとか、編集しなくちゃいけないんじゃないかとか、難しいんじゃないかとかね、そういう感じのこと、私自身が思ってた疑問ですね、感じてた疑問について、一個一個ピックアップして、ちょっと今そうですね、私が音声ブログを始めてもうそろそろ半年になるんですけど、半年間続けてみて、自分のね、過去の自分が持っていた疑問に答える形で話してみようかなと思ってます。はい、ですので、もしちょっとでもね、興味を持っていただいたら、その配信聞いていただけるといいなと思います。もちろんゴールデンウィーク中は忙しくって音声ブログなんで聞いてられないよという方もですね後から振り返って聞いていただくこと可能ですので、はい、ちょっと、しつこいようですが、チャンネル登録とかフォロー、お気に入り登録していただけるといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今日は何日ですかね、26日ですので、27日のね、ゴールデンウィーク開始からこう連続して配信していく予定ですので、はい、よろしくお願いしますという宣伝でした。ではまた、よかったら明日聞きに来てください。